こんにちは、ファンケル総合研究所の大浜です。本日はウコン市場に革命を起こすファンケルウコン革命について開発者の私からご案内いたします。お酒好きの私が市場にあふれるウコンドリンクにずっと持っていた不満、それはお酒を飲む楽しみの前にこれでお腹を満たしてしまうこと、それにドリンク特有の甘い味もビールや食事には合いません。そこで私が開発したのがウコン革命です。一般的なドリンク1本分の成分をカプセル1粒にそのままギュッと濃縮することに成功しました。せっかくウコンを取るのであればその後のお酒や食事を目いっぱい楽しみたい、このコンパクトな1粒が従来のドリンクが抱える問題を一気に解決します。乾杯のビールはもちろん、ワインや日本酒など他のお酒で飲むのも OK。 ドリンクの味で邪魔されることなくお酒を 100% 楽しめます。乾杯。これを可能にしたのがファンケル独自の液体ウコンカプセル製法。実は一般的なウコンドリンクのほとんどが水分、そこで私は余分な水分を排除してウコン成分だけをカプセルに閉じ込めることはできないかと考えました。そして1年以上にわたる実験の末、ウコンドリンク1本分をこのカプセル1粒に閉じ込めることに成功しました。これは業界初の技術で特許出願しています。ウコン革命はさっと飲めるだけでなく配合している成分にもファンケルの技術力が詰まっています。楽しい飲み会をサポートするウコン、その主成分であるクルクミンも働きの違う3種を配合、その総量は 40mg、 速攻、吸収、持続のトリプルクルクミンで楽しい飲み会をバックアップします。さらにカプセルだから配合できたお米由来の成分ポリコサノールを配合、このポリコサノールが優れもので翌朝のスッキリをサポートします。私も翌朝になって飲み過ぎを反省するということも少なくなりました。これだけの機能が揃ってなんと100円。日本中の飲み会に革命を起こすこの一粒、ウコン革命で美味しくお酒を楽しんでください。さて私もそろそろ失礼して一足お先にいただきます。